百州武道具店の動画。審判が良くなれば試合が良くなる、試合が良くなれば剣道が良くなる。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか。おー、今日は審判の話をします。まあ、学校でね、自分たち同士で審判やるときもあると思いますし、ちゃんとした大会でね、まあ、審判やってくださいってことで、まあ、苦手なんだけどな、と思いながらやることもあると思います。それでまあ、僕だったら、13年間剣道ブランクあって、再開したときに、やっぱり審判やってくれないですかって言われるんですよ。でもね、もうね、結構忘れちゃってるんですよね。で、案の定失敗しました。何やったかっていうと、1回目の審判のときには、線の上、ラインの上に、選手がラインを踏んだんですよ。ラインを踏んだ。で、それを、僕は、ラインの上、これ場外だっけな、どうだったかなっていうのが分かんなくなって、でも結局止めちゃったんだよね。でもラインの上はもちろんセーフなんだよ、今思えばね。だけどそういう失敗しました。それで2回目に審判した時っていうのは、僕もまだちょっと太ってて、面やりってこう旗を上げた時にスーツのボタンがポーンって飛んで、コロ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 、宇賀先生ボタンが、これが2回目ですよ。だからもうこんなもんなんですよ。いっぱい恥をかきながら、やっぱり何度もやっていかないと上手にならない。それが審判なんですよ。それまあ、できるだけ分かりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。もちろん1本のビデオじゃ収まらないと思いますので、何本かのビデオになると思いますけども、今日はまず1本目として、まあ、審判の立ち位置ですね、この辺勉強していきます。まずは試合上の基準、大きさからなんですけども、そういった審判に関するルールっていうのは、こういうね、ルールブックがあるんですよ。みんな適当にやってるんじゃなくて、こういう、これにのっとってみんなやってるんです。これは、剣道試合審判規則並びに審判最速っていうもの。これ審判やってる人だったら絶対みんな持ってます。で特に、4段以上の先生だったら、まあ、各都道府県でね、こういう審判の講習会があるんだけど、全部これに沿ってやっていけます。それでまず試合場からなんですけども、試合場、まあ、こういう正方形がありますよね。正方形があったら、この正方形の大きさ。これは、まず、一辺が9から11メートル。小学生9メートルだったり、大人は11メートルだったりしますけど、その大会によっても変わったりします。で、真ん中に中心こうバッテンがあって、ここに開始線がありますよね。開始線。で、この開始線、中心から開始線の距離っていうのは 1.4 メートルと決まってます。こっち 1.4、こっち 1.4 と。そして、細かいことで言うと、この開始線の幅。もし、コート作るときあったらね、この幅っていうのは、ここが50センチ。で、このバッテン、この中心のバッテンの、この大きさというかね、これも、3から40センチ。3から40センチの、こう、バッテンを。あ、こう、こんな感じだね。30センチの定規。こう、こう、こういうラインを引きましょうってことですね。それでまあ審判っていうのは3人いますよね。主審、副審、副審がいます。で、ここで礼するときっていうのは、審判同士が肩が触れ合うぐらいのとこで礼をします。こんなに離れてちゃダメですね。肩が触れ合うぐらいのとこで礼をします。そしてまあ主審はここなんだけど、副審がこっち移動するときっていうのは、ここの開始線の内側、ここを通ってこっちに行きます。ここを通ってこっちの人はこっちに行きます。こんな感じです。こう合わせていくよ。合わせて、てと。で、くるっと。これが審判の定位置。それで、主審も副審も、どの位置に立つかっていうと、まあ、主審は真ん中なんだけど、後ろの線から1メートルのところに立ちます。副審も同じ。この、ここのラインから1メートルのところにそれぞれ立ちます。1メートル、1メートル。これが定位置です。大切なのは、この3人が主審を中心とした、こう、二等辺三角形。三角形になるってことなんです。この三角形を崩さないように移動するんです。そして実際試合となると、こういう風に、選手が入ってきます。そしてこの選手たちはこの試合場の中をどんどんこう動くんですよね。こう動くんだけど、この動きに合わせてこの3人も息を揃えて同じように移動するんです。この三角形を崩さないように。これがまず基本中の基本。そしてこの三角形が崩れるとどうなるか。三角形が崩れると、例えばこういった感じで副審2人がくっついちゃったりするわけ。そうするとせっかく3人で審判やってるのに、一番肝心な1本入ったか入ってないかが見えなかったりするんだよね。だからこう位置取りっていうのはすごく大事。そしてこの三角形はね、ほんともう一つすごく大事な意味があって、まぁ、ちょっと試合者避けとくね。このライン、このラインと、このラインって分けるんです。そうすると、この主審が責任を持って見る範囲っていうのは、この範囲なんです、実は。ね。これはピカチュウ、主審が見るところ。そして、この白いやつの責任のある範囲っていうのは、ここなんです。副審のこの人。これを見なさい。そしてさらに、もう一人いるよね。このカエル、ゲロンパ？誰だっけこれ。カエルが、ここ。
ほう。こういう風に主審の責任がある区域と副審それぞれ責任がある区域、これがこういう風に分かれてるんです。かといってここからはみ出さないかっていうとそうでもない。たまにはみ出さないといけない時もあるんだけど、大体こういうイメージってことね。じゃあ悪い位置取りの話しますね。まあ基本はこの二等辺三角形だっていう話をしたんだけど、例えばこれが二等辺三角形じゃなくてこういう正三角形になった場合、こういうトライアングルね、そういうこういう正三角形になった場合何が起こるか、何が起こるかというと一人の審判が背中しか見えないんですよ。背中しか見えない。だからここに死角ができちゃうわけね。この辺見えない。だから正三角形じゃなくて必ず二等辺三角形なわけです。それで2番目の悪い位置取りっていうのは、こうまあ二等辺三角形があるとしたら、一人がこう後ろに下がっちゃうケース。試合者との距離が遠すぎるとき。こうなると何がいけないか。別に見えるじゃない。見えるからいいじゃないってなるんだけど、今度は実はこの人が、この副審がこの人のこと見えないんですよ。この人が、この副審が旗を上げたかどうかがわからないわけ。だから、ちゃんとこの横まで来てないといけないわけだね。常に二等辺三角形で動きます。そして3番目は、例えば選手がこの辺で試合やってますと、この辺でバチバチやってますと、そういう時に二等辺三角形を作るんだよね。ここ頂点として、こうこう動きます。ここでこういう二等辺三角形を作りたいんだけど、この人が、この副審が本当はここにいないといけないんだけど、移動が遅れたと。まだここにいる、まだここにいる時に背中しか見えてない。その時に覗き込むようなことはしてはいけません。すぐにこっちに回ってください。常に二等辺三角形を作ります。いかがでした？まずは主審を頂点とした二等辺三角形、副審ね、こういう三角形を崩さないようにぼーっと見てこうやって旗だけ上げるんじゃなくて、自分も動かないといけないんだ、あ、動くんだってことを覚えておいてください。今日はこのあたりで、また2本目も楽しみにしてください。またいつかお会いできる日よー。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。